こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。糖尿病とストレスのお話です。糖尿病の因子の中でストレスはよく挙げられますが、動物実験ではストレス刺激によって糖尿病発生を示す報告があるものの、人で精神的ストレスによって糖尿病が発症するか実はまだ明らかではありません。ストレスが引き金になり過食に陥り、それで肥満、体糖の異常、高血糖の状態が続き、その結果糖尿病になることはあります。このようなストレス下で過食が起こるのは、内因性モルヒネ用物質やセロトニンなどの脳内伝達物質により摂食中枢が刺激されたためによって起こると考えられています。また高血糖症の患者さんに過重なストレスがかかることでコントロールができなくなることがあります。これはストレスによって自律神経系の交感神経が優位になることで大量のアドレナリンが分泌される状態になります。このアドレナリンはインスリンの分泌を抑制し、グルカゴン分泌を刺激することが明らかにされています。確かに糖尿病患者ではアドレナリンを投与すると血糖値が大幅に上昇しますが、健常者ではほとんど上昇することはないのです。このことからアドレナリンに対する感受性が敏感な人が糖尿病になりやすいとも言えます。また糖尿病の教育入院のためにストレスマネジメントを実施すると、しない場合と比較して血糖値効果が大きいという報告もあります。このようなことからストレスに敏感な人ほど糖尿病になりやすいことは確かなようです。ですからリラックスする方法を持つことは糖尿病にとって間違いなく予防法の一つなのです。では本日の話はこれで終わります。